岡田斗司夫さんは、うん、この人生の法則、うん、欲求の4タイプを、うん、この人と仕事をするときに役立ちますよなんていうのを話をしていたんですけど、うんうんうん、これを皆さんどうやって活かしましょうっていうのが今日やりたかった、はいはい、動画でございます、うんうん、で僕はなんか勝手に、うん、あそっかそっかって、うん、僕はこうやってちょっと自分のことが納得できたので、うん、役立った役立ったと思ってるんですけど、うんうん、隊長これ注目型ってなってどう思われます？注目型にしっくりくるか、はい、しっくりくるの話。なるほど、しっくりきてます。うんと、まあ来てます。来てるんですね、うん、ちょっと僕そこは驚きなんですよ、はい、って僕ずっと理想型だと思ってたんですね、うん、理想はないですよ多分。なるほど、適当ですもん。でまあなんかやる前は、まあ、法則型かなみたいな。はい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 、うん、なんか仕組みとかが気になるしみたいな、はい、だけどこう説明を見るとまあ注目型。なるほど。でも目立ちたいっていうのはあんまりないけれども、認められたいとかはある。なるほど、うん、皆さんってこの納得感ってありますでしょうか？〇〇型よりの見方もあるんですねっていうと、まあ、うん、岡田斗司夫さんの動画の中でも4つのタイプ全てを持ってるっていう、うん、タイプの話でいうあるある、はい、全部持ってますよっていう、はいはいはい、うん、でこう質問がこう5段階で、はい、真ん中も選べるじゃないですか。真ん中も選べます、ね、あれ全部真ん中選んだらど真ん中来るわけですよねおそらく、はい、うん、でどのタイプかを知りたい場合は、うん、あの寄った方がいいよっていうのはありましたね、うんうん、はい、でまあ注目型と指令型、指令型というか目立ちたいのか注目したいのかみたいな質問があった時に、はい、まあ、悩んだりはしますよね。悩んだりはしました、うん、はい、でこの4タイプのものには法則があってですね、うん、まずこの4タイプの憧れの方向というのがあるらしいんですね、うんうん、この注目型からいきますと、うん、注目型は指令型に対して計画を立て目標を着実に実現する姿に憧れる、うん、指令型は右回りでですね、うん、法則型に対してクールで冷静な判断ができるところに憧れる、うん、で、法則型、うん、法則型からは、理想型ですね、うん、思想に基づいて発言行動する姿に憧れる、うんうん、で理想型から注目型に対して、うん、夢を語り、うん、多くの人に評価され頼られる姿に憧れるっていう、うんうん、この右回り、うん、憧れの方向というのがありますと、法則として、うん、でまた逆回りですね、左回り、うんうん、左回りでいきますと、うん、指令型から、うん、注目型に対しては、はい、思いつき、うん、行き当たりばったり、うん、人の機嫌を見て安請け合いしている、うんうん、っていう見方があり、うん、注目型からは理想型に対してですね、うん、変なこだわりを持って、うん、チャンスを逃している、うん、自己満足ばかりだと、うんうん、いうふうに思っている、うん、で理想型から法則型に対してはですね、うんうん、情熱がなくて理屈ばかり、うん、人間性を無視している、うん、というふうに思っている、うん、まあ、理想型は人間の人ですからね、うん、人間とは、うん、はい、で、法則型から指令型に対してはですね、うん、コントロールしようとして困ると、うん、目先の損得勝敗ばかりを意識している軽いやつだと、うん、いうような、見下しの方向というのがあるようです、うん、で対抗ですね、はいはい、理解し合えないがハマると長い付き合い、うん、なんていうふうに書かれていたんですけど、うんうん、上の、指令型注目型は、うん、他人を動かそうとする人、うん、まあ、攻撃型ですね、うん、で注目型は情熱で説得しようとする、うん、指令型は理屈で説得しようとする、うん、でまた下側、うん、内向的価値観の人たちですね、うん、理想型は他人に動かされたくない、うん、で理屈で説得されたくない、うん、っていう思いがあり、うん、法則型は他人で動かされたくない、情熱で説得されたくないっていう思いを持っていますと、はいはいはい、なのでその注目型と法則型は反対方向で、うんうんうん、注目型は法則型に対して文句や理屈ばかりで夢のないやつと感じ、うんうん、法則型は注目型に対し思いつきでわけがわからない、うんうん、ついていくのが嫌と思っている、うんうんうん、で
司令型は理想型と対になっており、うん、司令型は理想型に対し時間を守らない、うん、指示を守らない、うん、頑固で怠け者だと思っており、うんうん、で理想型は勝つ稼ぐより大事なことがあるだろう、うんうんうん、人間ってそうだろ、うん、理想あるだろ、うん、っていう対抗型、うん、多分これあのジブリの鈴木敏夫さんと宮崎駿さんですね、はいはいはい、みたいなこの法則が、うん、金が全てじゃないんだよみたいなそうですね、うん、っていう法則があるようでございます、はい、うんうん、でこれをどう生かしていきますかねと。岡田敏夫さんの本だと、うん、このタイプそれぞれ別のタイプを持つ4人が、うん、廃部になりそうな部活を盛り上げていく、うん、っていうような組み合わさると4つのタイプが組み合わさると強いよっていう紹介がされていて、うんうん、岡田敏夫さんは僕は仕事をする上で人を見るときにこういう4つのタイプがあって何を大事にしてるか、なので謝りに行き方も違うし口説き方も違うし、うんうん、っていうのを紹介されてまして、はい、なんか我々もねなんかこうやってやれば役に立つよっていうのが、うんうん、今日できればなって、まあいいんじゃないですか、勝てるんじゃないかなって岡田敏夫さんに、そう別に勝つ必要は、で僕は、うん、今日ちょっとこの隊長にも話したんですけど、はいはい、このさっきご覧いただいた表は、うん、岡田敏夫さんがやってるんですね、うんうんうん、なので僕は隊長にね、うん、これやる必要ないですよねっていう話を先にしてるんですよ、うん、岡田敏夫さんやってますし、岡田敏夫さんやってるからもう岡田敏夫さんには勝てないんですよ、うん、だから岡田敏夫さんとか要はこの人生の法則、うん、欲求の4タイプで勝つためには別の動画、うんうん、別の山を作らないと一番になれないんですよ、うんうんうん、って思ったので、うん、これやらなくていいですよねっていう話をしたんですね、うんうん、ただ隊長が、うん、やればいいんですよって、やった方が、僕の感覚的には、はい、切り抜き動画とか流行ってるじゃないですか、流行ってる、別に岡田敏夫さんにならなくてもすっごい注目されるじゃないですか再生数とかもすごく多くなって、はい、だから岡田敏夫さんの取り上げる動画で、はい、こう人気になっていけばもう稼げますよ、注目を稼げるチャンネル登録者数を稼げる、再生数稼げるみたいなっていうのに、うん、僕本当は多分この見下しの方向のはずなんですけど、はい、そうですねと、うん、でもそこで勝てるかもしれないが出てくるじゃないですか、だと僕は見事に説得されてるんですよ、うん、こうやってやったら勝てますよって、うん、ふいって言われると、うん、そうですねって、うん、ですよねって、岡田敏夫さんに勝てなくてもこうチャンネル登録者数が増えていけばどっかの誰かには勝てるわけじゃないですか、そうで確かに、うん、他ではやってる人がいないと、うんうん、あって言われた時に、うん、そうだったねと、うん、エニアグラム始めた時も、うんうんうん、要はエニアグラムの山は、うん、今ほどチャンネルが乱立してなかったんですよね、小さな山が小さな山がちょこっとだけあるだけで、うんうん、でエニアグラムをやり始め、うんうん、エニアグラムで知り合いがたくさんでき、はい、でき、はい、うん、でこれに乗じて MBTI を紹介させていただくことになり、うんうん、そこでもまたちょっとずつ山を大きくすることができていますと、はいはい、本当にありがとうございますっていう、多分この頭を下げるのもね、はい、うん、僕は多分ね、うん、勝つためにやってる、勝つ手段っていう汚いやつです、はい、汚いやつ、うん、っていうところで、これはどうやって皆さん生かします、生かす法則、まあ岡田敏夫さんのそのままやってないですか、岡田敏夫さんはそのだから謝りに行くときは例えばこのタイプごとで謝るときに何を大事にしている、ああ、じゃあそういうのをやればいいのか、なるほど、そういうことですね、はい、その人たちが大切にしていることじゃないですか、そうです、注目型の人は情熱を大切にしているみたいな、そうです感じだから、理屈で言うよりも、はい、その情熱を尊重してあげる方がいいみたいな、はい、うん、みたいなのを挙げていて、うん、でまた僕はそこはね、うん、やっても無駄だよって思うんですよ、僕の頭の中では。それは岡田敏夫さんやってるもん、うんうん、だったら、うん、違うことやらないと、うん、岡田敏夫さんが言ってないことをやらないといけないってなるんですね、うん、で 僕は、はい、岡田敏夫さんがやってんだから岡田敏夫さんに乗ったらいい
なるほど。自分の浅ましさが分かります。浅ましさっていうのかなって感じはしますけどね。僕の中では浅ましいんですけどね、うん、だってこういうとこに出て人気を得るためには綺麗な人でなければってちょっと思ってるんですね。いや僕は何て言うんだろう、こういうチャンネルを始めたきっかけっていうのも、うんうん、あのよく YouTube を見るとね、はい、なんかそのいいんですよって人出るじゃないですか、生きづらい人分かりますよっていう人を見てるので、ああいうことをやればいいんだねっていう人たちはそういうこと言わないじゃないですか。浅ましいことを、そう、勝てばいいんですよ、この分野で勝てばいいんですよ僕は。でもこうその人たちは裏で言ってるかもしれないですよ、言ってるかもしれないんですよ、養分とか言ったなんちゅうやつらだ言ってるかもしれないですよ、それは天中ですよね、うんうん、そういう話は聞いたことありますもん、陰で養分って言ってる誰、漫画とかで言ってそうですけど、うんうん、漫画ではよくそういうの見ますね、うんうん、はい、あのネットワークビジネスとか表ではすっごい綺麗なこと言ってるけど、はい、裏ではあいつら養分だからみたいなっていうと、うん、逆にこっちはすがすがしいですねすがすがしいですよ、勝ちたいからやってますと、勝ちたいからやってます、勝ちたいから彼らの真似をして、うん、いいんですよっていいんですよって言うけど、うん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 、でも結局ここのチャンネルに来ると、うん、僕いいんですよって言いながら、うん、お前やれよって言いますもんね。まあ言いますね、やればいい、怠けるな、怠けるなですもんね、やればいいんだよって反省はしてます、はい、うん、あ、下さん今日は生放送で見れて嬉しいですと、ありがとうございます。こんなやつで本当すいませんそれを見たいのかもしれないじゃないですか、はい、っていう人がいるっていう、うんうん、下さんが何タイプかちょっと分かりませんが、はいはい、あのやってみたら面白いのでぜひ、うん、はい、自分の欲求が隠されていた欲求が分かる、うんうんうん、でこの字面だけ注目指令理想法則っていう字面だけで自分を判断すると、うんうん、ちょっと誤ったところに、あ、はいはい、誤った理解をしちゃうかもしれない、僕も本当注目型だと思ってた、うん、でも僕は注目型はないと思ってましたもんね